はい、ファスティングマイスター健康美容食育士のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、タイトルにある通りですね、アダプトラテのカフェインレス版がリリースされましたよということですね、ご紹介させていただければと思います。はい、こちらのですね、アダプトラテ、以前にですね、動画で詳しく解説させていただきました。なので、それでまだ見ていない方、アダプトラテってそもそも何っていうことですね、知りたい方は動画下の説明欄にですね貼り付けておきますので、そちらまずご覧になっていただければと思います。まあ、簡単に言うと、まあ、アダプトゲン、ニュートロピックと言われる、まあ、ストレスを解消して、まあ、パフォーマンスを上げる、集中力を上げる、まあ、成分ですね。まあ、いわゆる漢方由来だったりとか、まあ、滋養強壮に効く、こういった成分ですね。もう天然成分のですね、スーパーフード、ウルトラスーパーフードの集まりのドリンクになるんですよ。はい。まあ、ココアみたいな形なんですけども、コーヒーの代替ドリンクとしてですね、はい、リリースされたのがですね、こちらアダプトラテになります。で、ただですね、その元々のアダプトラテというのはカフェインが含まれていたんですね。まあ、カフェイン、まあ、いい点悪い点あるかと思います。カフェインによっての覚醒作用によってやっぱ集中力を、はい、アップするっていうところあるんですけど、やっぱりカフェインに頼りたくない、まあ、カフェインの虚脱症状だったりとか、そういったところもやっぱりこう気にしているというか、はい、取りたくないっていう方もいらっしゃるかと思うんですね。はい、そんな方のためにですね、まあ、あとは妊娠している方とかですね、授乳中の方とか、やっぱ髪を控えている方もいらっしゃると思うんですよ。そういった方のためにアダプトラテさんですね、カフェインレス版をですねリリースしていただきました。はい、これ素晴らしい姿勢だと、はい、思っています。カフェインレス版とかってどうなのかなって思ってたんですけど、あとはなんか個人的にこれココア風味、ココア味なんですけど、抹茶風味とか面白いんじゃないかなっていうふうには個人的に思ってるんですけどね。はい。まあ、まずはカフェインレス版がリリースされたっていうことなので、ぜひ興味がある方ですね、試していただければと思っています。はい。まあ、1日に2杯でも3杯でも4杯でも5杯でもコーヒーに頼っちゃう方、特にですね、はい。コーヒーの代替ドリンクとして、アダプトラテっていうのは出たものになるので、まずは試していただければなっていうふうに思っています。味はほとんど元々のアダプトラテと変わらないですね。甘さ控えめのココア味みたいな形で、はい、まあ、お湯に溶かして飲んでもいいですし、水でもいいですし、まあ、ミルクとか、はい、まあ、ミルク、豆乳とかでもいいと思うし、オーツミルクとかアーモンドミルクとかあります。私は豆乳に溶かして飲むのが好きですね。はい、ぜひですね、試していただければと思います。ただこちらのカフェインレス版ですね、数量が限られているということなので、もしですね、試したいという方は早めに申し込みいただければと思っています。あとですね、申し込む際に、10% オフのクーポンも付けていただきましたので、そちらのクーポンもですね、ぜひ活用いただいて、まあ、もろもろの詳細ですね、下の説明欄に貼り付けておきましたので、ご覧になっていただければと思います。ということで、今回ですね、アダプトラテのカフェインレス版リリースされましたよということでご紹介させていただきました。はい、まあ、ちょっと朝なかなかこうやる気スイッチが入らないな、コーヒー飲まなきゃダメだなっていう方ですね、はい、ぜひ今回のカフェインレス版試していただければ、もう生活の質がぐっと上がっていくかと思いますので、はい、ぜひお試しくださいということで、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。